先都町は、かつて、長崎県西蘇の議群にあった町。2005年4月1日に、西蘇の議群正秘町、大瀬戸町、西海町、大島町と対等合併し市勢志向、再開市となり消滅した。長崎県の西蘇の議半島東北西沖の離島である、霊浦島と西隣の先都島、さらに、五島列島の中通り島との間にある、江島、平島と、 周辺島処分を行政区域とした。町役場は、霊浦島に立地していた。現在はいずれも再開市の一部となっている。旧来の先と町域は佐藤、江島、平島は大技を行政区域とする。もともとは捕鯨を中心とした、ひっそりとした漁村であったが、1880年代の終わりに、本郷芋島付近で漁夫によって住み会が発見されたことをきっかけに、 炭鉱産業の村へと様変わりしていった。石炭が黒いダイヤと呼ばれた採掘の最盛期には人口は2万5千人余りまで増加し映画館から病院、商店街が広がる街は活況を呈した。なお最盛期には年間100万トンを出炭していた。2003年炭鉱労働者のアパートの廃墟群が映画バトルロワイヤルンコンカの撮影で使われた。 ことなどをきっかけとして、島の開古的雰囲気が静かなブームとなる。2004年、炭鉱記念公園に、井上光春の文学費が混流される。合併直前の2005年3月時点で、小学校3校、中学校3校。ありがとうございます。